やあ、皆さん、世界には星の数ほど様々なシミュレーションゲームがある。今回実況するのは、ウォーシミュレーションゲーム。そう、戦争を再現したゲームだ。トータルアキュレートバトルシミュレーター。すべての戦争を正確に描写することを目的として作られたゲームだ。特徴は、ユニットがふにゃふにゃであることだ。正確に戦争を再現するゲーム。その実況は真面目に行わなければなりません。今回は私ニートがいつも以上に演技をしながらゲームを実況していきたいと思います。やっていきましょう。サンドボックス、いろいろモードがあるようですね。トライバル、ファーマー、農場ですね、農民ですね。そして中世、エンシェント、バイキングとあるようですが、現在このゲームアーリーアクセスということで、まだまだ追加されると思います。今回一番上のトライバルからやっていきたいと思います。ここが我々の住む惑星、地球の過去だ。そう、太古の時代、マンモスがいた時代の話だ。そこでは青い部族と赤い部族が争っていたようだ。そんな争いを再現できる時代が2019年令和の時代にやってきた。まずどのようなユニットがいるのか見ていきたい。左から順番に見ていこう。クラバーだ。コンボを持って戦う男たちだ。なんと恐ろしい。見てくれこの目を。これが戦士の目だ。よく覚えていてほしい。次はプロテクターだ。おそらく彼らが古代ローマの軍団兵の基礎になったに違いない。その後はスピアスローは南芸槍兵だ。素晴らしい描写だ。正確すぎる。ストーン、投石兵ですね。あまりにでかくないか。それを投げるなら無理だろう。いや、もっと実況を真面目にやらなければならない。ボーンメイジ、魔法使いだ。そう。現代は魔法がない世界。2019年令和の時代、魔法なんていうものはありません。しかし、太古の時代、もはや情報がない。魔法があってもおかしくない。そうなんです、これ。このゲーム、トータルアキュレートバトルシミュレーター。正確に表現してるわけですから、あったに違いない。二刀流ですね。はい。やっていきましょう。最後。マンモスですね。今回の動画の見どころは間違いなくこのマンモスが作ることでしょう。このね、1,2,3,4,5,6,7 ですね。今回この7ユニットでね、遊んでいきたいなと思います。だいたい15分ぐらいの動画にしたいな。まずはですね、このクラバーをですね、何人か配置しまして、太古の時代ですからね、原始時代ですよ。この時代に戦列を組んで戦うなんてことはありえませんからね。ここで部族が点々としながらですね、近寄りながら戦うわけですよ。そこら辺にあった木をですね、適当に削って棍棒にしたり、で、めっちゃでかい石を投げようと思って、なんかを掴んじゃったバカな人たちがね、こうやっているわけですよ。彼らが戦う。これこそね、正確な描写ですよ。アキュレートバトルシミュレーターですね。始まりました。これが太古の戦いですよ。皆さんよく見ていてください。刮目してください。この投石兵の腕力の凄さ。この石はあそこまで遠くまで飛ばすのは無理だろう。めちゃくちゃ正確ですね。でも無理かもしれません。確かに現代、令和の時代、平成でも令和でも昭和でも大正でも、おそらく現代人には不可能ですよ。しかし、太古の時代の人間たち、もしかしたらできたかもしれません。次はどうしよう。次は魔法使い入れましょう。あまりにもこの投石兵強すぎますからね。じゃあ魔法使いですよ。我々に必要なのは何なんでしょうか。ファンタジーですよ。魔法ですよ。
ボーンメイジと戦ってもらいましょう。やってみよう。一体どういう戦い方をするんでしょうか。お、地面から骨かな、やっぱボーンメイジなんだから骨を出してますね。圧倒的すぎる。もう科学なんていりませんね。なぜ現代にはこのボーンメイジがいないんでしょうか。彼らがいり、あ、なるほどね、彼らがいたからこそマンモスが絶滅してしまったのかもしれません。こんなに強かったらね、もう人間が勝つに決まってますからね。次に何と戦うか、それはもちろんマンモスでしょう。もう決まってますよ。ただあまりにもこのボーンメイジが強すぎてマンモスが瞬殺されたらかわいそうなので、ボーンメイジの数を徹底的に減らしましょう。とりあえず3人ですね。この3人のボーンメイジが後に伝説の3人と言われるようになるでしょう。あ、4人でしたね。コンボいたわ。余裕すぎます。このマンモスを止めるには圧倒的に戦力が足らないというところでね、この斧を2つ持ったユニットを配置して戦っていこう。で、マップの端の方で消し忘れてしまったこのコンボは消して、代わりにですね、今度は槍でも入れてみようかな。今まで槍使ってなかったからね。槍4体入れましょう。やってみよう。あまりにもマンモスが強い。いかに、どうした。まだ始まってないぞ。まだ始まってないんだからやめてくれ、ソイロ。いかに太古の時代、マンモスを狩るのが大変だったかとか、というのが、このゲームでね、学べますね。ただね、このマンモスを狩ることができればですね、1年分ぐらいの食料は得られますからね。これはもう、部族総出で討伐するべきなんではないでしょうか。これだけいれば勝てるだろう。やってみよう。あのマンモスもう超やる気だからね。もう始まる前から地団でしてましたから。これは勝ったと言っていいのか、それ。あまりにも戦力が足らないぞ。こうなってしまったら、あとは何を増やすか、どうすればサムネが取れるか、いろいろ考える必要がある。まずはプロテクターだ。太古の時代に戦列を組むなんていうことはそもそも発想としてなかった。しかしこのマンモスを止めるためには戦列歩兵が必要なのだ。仕方がない、やっていこう。これを止めることができるか、このマンモス。余裕だった、あまりに余裕すぎる。しかし数の攻めだ、数の攻め。あまりにも余裕だった。これではマンモスがかわいそうだぞ。マンモスが絶滅してしまう。正確に表現できるゲームなんだ。マンモスの数を増やさなければならない。マンモス強い。さあどうしたらいい。これ以上このゲームを面白くするには一体どうしたらいいんだ。私にはわからない。マンモスの数を増やすか、蛮族の数を増やすか、もうそれぐらいしかないんじゃないだろうかと私は思う。そうだな、魔法使いを、いや、圧倒的な絵を作りたい。ものすごい数の槍が飛ぶ絵を私は作りたいんだ。ここら中に投げ槍兵を配置しよう。そして代わりにマンモスの数も増やそう。
やばい、パソコン大丈夫か？なんかもう重いぞ。戦い始まってないのに。これはどうなるんでしょうね。すごいな。これ世界の終わりでしょ。槍が刺さりすぎている。あ、これはスローモーションでしか遊べないですね。 FPS が下がりすぎます。もはや投げ槍とは言えない。これも普通についてくれ。速すぎて残像さえ見える。お前たち戦ってくれ。それは勝ったような気にならないでくれ。これどうなってしまったんだ。これはなかなかいい勝負をして、まさかのレッドビクトリーですよ。いやー、ふざけてるように一見見えるゲームなんだけど、正確に描写してますね。そう、最後に勝つのは人間なんですよ。食物連鎖の頂点に立つ存在、それが人間です。そしてなぜか世界の歴史から姿を消してしまったこのボーンメイジの強さを今から確かめに行きましょう。やろう。これが今回の最後のシミュレートになるだろう。始めよう。今ここでボーンメイジを止めなければマンモスの滅亡が確定する。ものすごい量の骨がもう花のよ雑草のように生い茂っている。ボーンメイジ弱くない？ボーンメイジは確かに強そうに見える。この特殊能力は、現代令和の時代でも見てみたい。しかし脆かったんだ。ボーンメイジは脆いから滅亡してしまったんだろう。なるほど、こうしてね、ボーンメイジがなぜ歴史から姿を消したのかが学べましたね。素晴らしいゲームですよ。これはノートにメモしなければなりませんね。これ神ゲーですよ。トータルアキュレートバトルシミュレーター。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。